はいどうもこんにちはこんばんは、しばです。今回は再生回数アップが狙える YouTube のカード機能について解説するのはもちろん、動画に追加する設定方法や効果的な入れ方について解説していきます。 YouTube で動画を見ているときに、画面右上にこのようなアイマークと文章がピロッと表示されるところを見たことがある人もいるのではないでしょうか。これは YouTube のカード機能という機能を使用することで表示させることができるようになっていますが、実際にこちらをクリックしてみると、 PC であれば動画の右側にカードに設定された動画リンクなどが表示されます。さらにカードを複数追加しているのなら、複数の動画のリンクが表示され、スクロールすることで確認することができますね。他にも再生リストや自分のチャンネル、他の人のチャンネルをカードに入れることができるので、再生回数アップや登録者数アップを狙うことができます。さらにブログなどの外部サイトのリンクも入れることができ、 YouTube を使って集客したり商品やサービスの PR をしたい人にもおすすめの機能となっているので、動画内にカードを追加して活用していくのがおすすめです。ちなみにカードを入れた時の実際のデータを知りたい人もいると思いますが、このチャンネルの人気の動画10本のみにカードを入れて1週間のデータを取ってみたのですが、実際の結果はこのようになっています。カードのティーザーのクリック数というのが、画面右上にピロッと出てくる文章のクリック数のことで、カードのクリック数というのが実際に動画を見に行ってくれた回数となっていますが、動画10本にカードを入れて1週間様子を見ると、カード経由で67回他の動画が再生されています。たったの67回かよと思う人もいるかもしれませんが、自分の動画はテーマ的に動画1本だけでは1日1000再生もいかないので効果は感じにくいのですが、少なくともカードを入れることで再生回数は確実に伸びます。さらにもっといろんな動画にカードを入れたり、伸びるジャンルの動画でカードを入れたり、1週間ではなく1ヶ月や1年という長期的な目で見ると、カードを入れる効果としては非常に高いと思いますね。カードを追加するのが面倒という人もいるかもしれませんが、カードを入れることの効果を身をもって感じているので、あなたもこの動画でカードの追加方法を学んで導入してみてください。ちなみに概要欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初にカードを入れる時のルールを確認していきますが、カードは1つの動画に最大5つまで入れることができる。外部サイトのリンクは YouTube パートナープログラムに参加している場合のみ追加可能。子供向けとして設定された動画ではカードは利用できないというルールがあります。カードは1つの動画に最大5つまで入れることができるということですが、例えば他にも見てもらいたいおすすめ動画がたくさんあったとしても、最大5つまでしかカードで追加することができなくなっています。なので、どの要素を追加するのかよく考えて設定するようにしましょう。あと外部サイトのリンクは YouTube パートナープログラムに参加している場合のみ追加可能ということですが、これはいわゆる収益化できているチャンネルのみ、ブログなどの外部サイトのリンクを追加することができるという意味になっています。なので、収益化できていないチャンネルの場合は動画や再生リスト、自分や他のチャンネルしかカードに表示させることができないので注意してください。最後に子供向けとして設定された動画ではカードは利用できないということですが、動画投稿するときに子供向けの動画かそうでないのか確認する項目があると思います。この部分で、はい子供向けですを選択している場合はカードを表示できないので注意してください。それではカードについて理解できたところで、動画内にカードを追加する設定方法を解説していきます。ちなみに YouTube はかなりの頻度で仕様が変化しており、時期によっては実際の画面と異なる場合があるので、あらかじめご了承ください。自分は YouTube に動画がアップロードされてからカードを設定しているので、その状態で解説していきますが、まずは YouTube スタジオのコンテンツの項目を開き、カードを追加したい動画の詳細をクリックしてください。すると動画の詳細画面が表示されますが、画面右側にあるカードをクリックしてください。するとカードを設定できる画面が表示されます。画面左側に動画、再生リスト、チャンネル、リンクという項目がありますが、それらを選択する前にタイムライン上の再生バーを動かしたり、プレビューを再生しながらカードを追加したい部分を決めるようにしてください。カードを追加したい部分を決めてから各要素を追加していきますが、上から順番に解説していくので、まずは動画をクリックしてみると、このように自分が投稿している動画一覧が表示され、カードに追加する動画を選択できるようになっています。探しにくい場合は自分の動画というところにキーワードを入力することで、特定の動画を早く探すことができるので活用してみてください。ちなみにその隣にある YouTube の動画のところにキーワードを入れると、このように他の人の動画も選択できるようになっているので覚えておきましょう。実際にカードに表示させたい動画を選択すると、このような画面が表示されます。ティーザーテキストとはカードが出た時に表示されるテキストとなっており、何も設定しない場合は動画のタイトルがそのまま表示されます。
任意なので何も設定しなくても大丈夫ですが、動画の内容とか紹介する流れによっては変更した方がクリック率が高まるので、状況に応じて好きな文章に変更してみてください。ちなみにティーザーテキストとして表示されるテキストは30文字までとなっているので注意しましょう。次にカスタムメッセージについてですが、カードを実際にクリックした時にサムネイルの下に表示されるテキストがカスタムメッセージとなっています。何か追加で表示させたいテキストがある場合はカスタムメッセージを使用するのがおすすめです。次に他の要素を解説していきますが、カードというところをクリックするとこのように各要素が表示されるので、再生リストをクリックしてください。すると自分が作成している再生リストを選択できる画面が表示されるので、カードで紹介したい再生リストを選択してみてください。ちなみに YouTube の再生リストというところにキーワードを入れると、他の人が作成した再生リストを選択することもできるので覚えておきましょう。実際に再生リストをクリックして選択すると、先ほどの動画を選択した時と同じ画面が表示されます。設定方法も全く同じになるので、状況に応じてカスタムメッセージやティーザーテキストを入れるようにしてください。次にカードをクリックしてチャンネルをクリックすると、このような画面が表示されますが、ここでは自分や他の人のチャンネルを探し出してカードに追加することができるようになっています。YouTube のチャンネルというところに、例えば自分のチャンネルやサブチャンネル、コラボした人の YouTube チャンネルの名前を入力するとこのように表示されるので、クリックして選択してください。するとこのような画面が表示されますが、チャンネルの場合はカスタムメッセージとティーザーテキストを必ず設定する必要があります。記入しないと警告が出てしまい、設定を保存することができなくなってしまうので、それぞれを記入するようにしてください。次にカードをクリックしてリンクをクリックするとこのような画面が表示されます。ちなみに外部サイトのリンクは YouTube パートナープログラムに参加している場合のみ追加可能となっており、簡単に言えば収益化できていないと設定できないので注意してください。仮にリンクが設定できる条件を満たしているとして、例えばブログのリンクをカードに入れたいのであれば、事前にブログのリンクを登録してあげる必要があります。やり方としては、キャンセルをクリックして画面を閉じ、一旦保存をクリックしてカードの画面を閉じます。次にチャンネルのコンテンツをクリックして動画一覧に戻ります。次に画面左の欄にあるカスタマイズをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、基本情報のタブをクリックしてください。次に下にスクロールするとリンクという項目があるので、カードを入れたい外部リンクの URL を記入してリンクのタイトルも付けましょう。ちなみにこのリンクの部分はチャンネルの概要欄にも表示されるので、それを意識してリンクのタイトルを付けるのがおすすめです。あとは公開をクリックして編集を確定させましょう。あとはもう一度カードを追加する画面を開いてカードをクリックしリンクをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、外部サイトのリンクを入れると少し読み込みが行われた後に適用というボタンが有効になるので、こちらをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、リンクの場合は表示する画像とカードのタイトル、行動を促すフレーズ、ティーザーテキスト、この4つを設定してあげる必要があります。まずは上から順番に表示する画像について解説していきますが、灰色の四角の部分をクリックすると画像を選択できる画面が表示されます。この画像は追加したいリンクのページ内にある画像を選択できるようになっていますし、画像をドラッグ&ドロップすることで好きな画像を使用することもできるので、好きな方法で画像を選択してみてください。ちなみに今回は自分で作成したリンク画像を使用したいので、画像をドラッグ&ドロップして適用をクリックします。すると選択した画像が表示され、実際のカードの画面を見てみると画像が反映されているので確認してみてください。次にカードのタイトルについてですが、実際のカードの画面を見た時に表示されるテキストがカードのタイトルとなっており、50文字まで入力することができるようになっています。視聴者さんの興味を引けるようなタイトルにすることでクリック率を高めることができるので、好きなように設定してみてください。次に行動を促すフレーズについてですが、自分の場合はブログのリンクを入れているので、ブログを確認するというフレーズを入れていますが、詳細情報を確認する、サポートに相談する、〇〇の申し込みをする、〇〇を購入する、〇〇をダウンロードする、〇〇を注文するみたいな、視聴者さんに向けて行動を促すフレーズを入れることができるようになっています。30文字まで入力することができるようになっているので、リンク先のページに合うような行動を促すフレーズを入れてみてください。最後にティーザーテキストについてですが、これは前にも解説した通りにカードが出た時に表示されるテキストとなっており、30文字まで入力することができるので、視聴者さんの興味を引けるようなテキストを入力してみてください。これでカードを追加できる各要素の解説は以上になります。カードを設定できたら保存をクリックして編集を確定させてください。
ここまでカードの追加方法について詳しく解説してきましたが、ただ適当にカードを入れるだけでは効果が薄くなってしまい、カードを入れるだけ時間の無駄になってしまうので、カードを入れるタイミングというものを理解しておく必要があります。例えば動画の最後のまとめをしているときに、おすすめ動画はこちらというように、次に見てもらいたい動画をカードに表示させても、動画を最後まで見てくれる人っていうのはそもそも少ないですし、終了画面を入れているのなら被ってしまう恐れもあるので、効果が薄くなってしまうということはわかりますか？なのでカードを入れるタイミングが非常に重要になってくるのですが、様々なところからの情報と自分自身の経験からカードを入れた方がいいタイミングを4つ挙げていくと、最初の挨拶が終わった後、動画内で他の動画について紹介したところ、まとめトークに入る前、動画途中の視聴者が離れているところ、この4つのタイミングでカードをうまく活用するのがおすすめです。まず最初に、最初の挨拶が終わった後ということですが、動画最初の15秒くらいまでが視聴者の離脱率が高いので、それを防ぐために何かしらの工夫をするべきとよく言われていますが、その一つの方法としてカードを使用するのがおすすめです。ただ最初に挨拶している時にカードが表示されると邪魔なので、挨拶が終わった後くらいの、やっぱり見るのやめようかな、どうしようかなと思っている視聴者さんに対して、他にこんな動画もありますよと訴えかけるようにカードを表示させると、本来であれば完全に自分の動画やチャンネルから離脱していた視聴者さんが、自分のチャンネル内の他の動画に興味を持って留まってくれる可能性が上がります。なので最初の挨拶が終わった後を狙ってカードを入れてみるのがおすすめです。次に、動画内で他の動画について紹介したところについてですが、例えば動画用サムネイルを作成する方法という動画テーマで解説しているとします。その動画内でサムネイルに使用できる商用利用可能な画像をダウンロードできるサイトをまとめた動画を別に作成しています。説明欄のリンクからチェックしてみてくださいみたいな感じで、動画内で解説すると、動画テーマからずれることに関しては他に投稿している動画に誘導するようなことを自分は言うのですが、全員が説明欄をチェックしてくれるわけではないので、カードを使って画面内に直接表示させて誘導を促してあげるのに使用します。ちなみにカードを入れた時の実際のデータをお見せしましたが、このデータを見る限り、動画内で他の動画について紹介したところに入れたカードがクリックされていることが多く、一番効果があるなと感じ取れたので参考にしてみてください。次に、まとめトークに入る前についてですが、まとめトークをしている時は、視聴者さんはもう欲しい情報はないなと思ってしまって、この動画はもちろん自分のチャンネルからも離脱しやすくなっているので、完全に自分の動画やチャンネルから離脱するのを少しでも防ぐためにカードを使用するのがおすすめです。ただまとめトーク中にカードを入れてしまうと、終了画面を入れている場合は被ってしまう可能性がありますし、すでに離脱者が出ている状態で表示しても効果が薄いです。なのでまとめトークに入る前にカードを使用して、他にもこんな動画がありますよと訴えかけるようにカードを表示させると、本来であれば完全に自分の動画やチャンネルから離脱していた視聴者さんが、自分のチャンネル内の他の動画に興味を持って留まってくれる可能性が上がります。なのでまとめトークに入る前を狙ってカードを入れるのがおすすめです。次に、動画途中の視聴者が離れているところについてですが、これに関してはすでに投稿している動画や、投稿後1週間くらいしてデータが集まってきた動画に対して行うのがおすすめの方法となっています。アナリティクスで視聴者維持率を確認した時に、動画の途中で下がり始めている場合がありますが、この部分で視聴者さんが飽きてしまったり、もう知りたい情報はないなと思ってしまって離脱していることを表しています。なのでこの部分でカードを使用して、他にもこんな動画がありますよと訴えかけるようにカードを表示させると、本来であれば完全に自分の動画やチャンネルから離脱していた視聴者さんが、自分のチャンネル内の他の動画に興味を持って留まってくれる可能性が上がります。後から検証する必要があるので、面倒と思う人もいるかもしれませんが、少しでも再生回数や登録者数をアップさせたいという人は、動画途中の視聴者さんが離れているところにカードを追加してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで、 YouTube の各機能の使い方や、録画や配信に使用する機材やソフトの情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gigatix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。また自分はこのチャンネルとは別に、シパチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますので、概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。